はい、どうも皆さんこんばんは、サイケンマンです。風のタクトやっていきたいと思います。パート3ですね、いきましょう。前回のパートでね、テトラを助け出したらですね、妹が、ジークロックにさらわれてしまったというところでですね、いざテトラと共に旅に出ようというところです。いきましょう。ずいぶん古びた盾だね。今でも使えるのかい？まあいいや、それじゃあ出航するよ。いいかい？ここの島にはしばらく戻ってこれないということなんですけれども、俺ね、この島に何の未練もないですね、正直。何のイベントもほとんどなかったし、何の未練もないんで即答ではいです。よし、これ冒険の始まりですね。なんかこの海賊船で船で海に出るみたいなのが、なんかいかにも風のタクトっぽくて、でずっとやりたかった風のタクトをね、いよいよできているということで、ちょっと喜びをかみしめているところなんですけれども、一応いる、サイテマン頑張れよ。あの子いますね。アリルちゃんのことよろしくね。体に気をつけるんだよ、あの関西弁の男の子は。何も言ってくれなかったな。あ、リンクが不安そうにしてた。ばっちゃん、ばっちゃん悲しそうだな、ばっちゃんも。コメントでもいただいたんですけど、風のタクトはね、リンクの表情が特に豊かだと、豊かというか、いつまでやってんだい？なんか表情がね、すごくこう出るらしいんですよ、他のゼルダよりも。俺もなんかそんな気がしてて、あんたやっぱり行くのやめた方がいいんじゃないのかい？なんかいかにもね、なんかそんなに表情なさそうじゃないですか、風のタクトって。でもそうでもなくて、それがなんかちょっと楽しみです。今後ね、感情をこう表に出してくれるリンクが見れるんじゃないかと。そんなんじゃこれから先が思いやられるよ。なんだったら今からでも島に戻ってやろうか。舐められたもんですね。ちょっと怒ってるな、リンク。ほら、怒ってるなとか分かんなかったですもんね。だって昔のブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクですら、俺あんま感情出してくれないなとすら俺思ってたぐらいなんですよ。おで、なんかちょっとした、まあうんちくというか話なんで、この話ちょっとしたことが、何かのゼルダの伝説でしたことあるかも分かんないですけど、ゼルダの伝説のリンクが表情があんまりないのって感情移入しやすいかららしいですよ。どんな子供でも、どんな大人でも、リンクに感情移入しやすいために、リンクにあんまり感情ないらしいんですよ。サイテマン、フラフラしているとみんなの邪魔だよ。あんたのことはニコに任せたから、下に行って何をすればいいか聞いてきな。だからリンクにあんまり、だからそのプレイヤー全員がね、感情移入しやすいがためのリンクにあんまりキャラクターを設けてないらしいです。それにしてもニコもうまいことやりましたな。下っ端の仕事はそりゃ厳しいことばかりでしてね。ニコも兄貴機能で張り切ってるようですな。まあ逆らわずにうまいことやるんですな。俺どんどん逆らっていくから、何か気に入らないことがあったら、俺上司だろうがなんだろうがどんどん逆らっていきますからね。ニコってやつがいるらしいんだが、お待ちよ。こっから先はテトラの兄貴の部屋だわさ。私たちだって滅多に入れないんだ。よそ者が入れる場所じゃないの。ドアないの？そんな重要な場所なのにドアないの？まあまあいいや。下とりあえず行きましょう。この海賊船の探索から始めていくか。あんまり広くないことを願いたい。こいつか。いよう、新米。おいら5本。今日からお前の兄貴分のニコ様だ。たっぷり可愛がってやるから言うことを聞きな。じゃあまず、はじめに、新米海賊の試験をするぜ。覚悟しな。オイラがこれからやることをよーく見て、頭に叩き込むんだぜ。なんか、こいつ機動戦士ガンダムの、開始伝みたいな、わかるかな？開始伝みたいなやつを今、俺は想像しましたが。まず最初にここにあるスイッチを押すんだ。近づいて L に倒せばスイッチを踏むことができるぜ。
お開始電みたいな感じだな、こいつ。リフトが下から上がってくるから、こいつにジャンプする。なんでこれ船の中でわざわざこんなダンジョンみたいなことしないといけないんだ。こっから先のリフトにジャンプして進むんだが、遠すぎてジャンプできないだろ。そういう時はこうするんだ。普通に道作ればよくないか？船の中なんだから。ロープにはジャンプすればぶら下がるから、L で揺らして、A で手を離す。なぜ普通に道を作らない？どうだ、やり方わかったか？これを続けてこの先の部屋の入り口まで行くんだ。リフトの上がっている時間は短いから、それまでにたどり着かなきゃそれでおしまいだ。なんでいちいちこんなことをしないといけないんだ。軽量化かな？ここまでするのに最低でも1年はかかるな。まあそれより早くできたら褒めてやるぜ。さあやってみな。1年もね、俺こんなところで止まってたらね、リスナーのみんな飽きちゃうよね。あ、こっち押せば下がるのか。なるほどね。こっち押せば上がると。よし。じゃあ、早速行きましょうか。OK。と、離す。こんなものは、子供騙しですよ。これさ、繋がってます？こっちかな？こう。で、こうか。結構むずいじゃないか。今回ナビみたいなのいないんですかね。ナビゲーターしてくれるファイとかナビとかのポジションの子は。まあ、ファイよくわかんないですけど、いないのかな。え、もうできたの？お、おいらも兄貴分として鼻が高いぜ。もう超えたな、こいつだ、多分。あれ、勝手に上げてもいいかな。いいよな。よし、向こうにあるお宝をお前にやる。ニコ様からのお祝いだ。みんなが来る前に早く持っていけ。ニコ様。こいつはもうすでに超えた。もう主従関係みたいなものがもう逆転したな。完全に。さあ、これは何でしょうか。僕の予想だと、爆弾？すいません、間違えました。爆弾ではなかった。獲物袋を手に入れた。主に敵から手に入れたアイテムが入る便利な袋。最高8種類のアイテムが入る。中身を見るときはアイテム画面でカーソルを合わせて、バツバツ R。バツバツ R。ほう。おい、最低マン、魔獣島に着いたよ。早く上がってきな。アイテム予想っていうのもね、今回の風のタクトでもやっていきたいなと思っておりますが、これもう直で行きゃいいわ、もうここ。いちいち。これ経由していくのもったいないんで、もったいないというかめんどくさいんで、もうこれ下から行きます。なんとか袋っていうのあったよね。これちょっととりあえずセットしますか。なんとか袋は、あ、なんとか袋はセットとかじゃないんだ。ちょっと今パッドでね、ちょっとセットしようかなと思ったんですけど、なんとか袋はセットして使うとかではなさそうですね。うん、セットして使うとかではなさげですね。うん。さあ、姉子のところに行きましょうか。俺はもうなんか上司だろうがなんだろうが、もう俺の意思で動いていきますからね。タックルしろみたいなこと言われても俺はやらないから。おい、サイテンマン、こっちだよ。上ですかね、姉子は。ここか。結構ね、思いのほかこの海賊船が狭くて助かりました。もうちょっと探索に時間割かないといけないのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ狭い。ドラクエビルダーズとかでも簡単に作れそうな、そんな海賊船ですね。ニコと何をやってたんだい？まさか、お宝かけてゲームとかして遊んでたんじゃ。さすがだ、見抜いてるな。まあいいや。それよりほら、あれが噂の魔獣島さ。なんか姉子の目つきが結構いいですね、テトラの。これが魔獣島か。第一ダンジョンっていうことなんでしょうかね。何でも昔はこの辺りで私たちと張り合っていたチンケな海賊の隠れ家だったらしいけど、今じゃ見るからに物騒な場所になっちまってるね。
いますね、 G クロック。ほら見てごらん、あそこ、うん、あの窓のところ、あのカモメたちに見覚えがあるだろ。多分あそこにあんたの妹が閉じ込められているに違いないよ。それにしても警戒が厳重だね。海賊がまだ生き残りがいるってことなんでしょうか。これじゃあ上陸する前に見つかっちまうのがオチだね。逆になんでこの場所で見つかってないんだ。結構近くについてると思うんだが、どうしたらいいかな。ん？なんか悪そうな顔してんな。どういうことだ？どういうことだ？ひどいぜ、姉子。あんな危ないとこに行くんだ。これぐらいしないとね。私たちもいつもやってることだし、大丈夫だって。みんな準備はいいかい？みんな準備はいいかい？あのおつたんが喋ったのかなと思って。しくじっちゃならないからね。派手に飛ばすんだよ。に、リンクの表情が徐々に、苦悶の表情に変わっていく。今のわーってのさ、スマブラでリンクが場外に弾き飛ばされた時のわーだよ。まあいい、手間が省けた。剣を落としてしまった。うわー、手間省けてない、全然。失敗だよ。これは見つからないように潜入していけということでしょうか。魔獣島に到着いたしました。何はともあれ到着した。早速じゃあ探索を始めていきましょうか。まあ俺は皆さんご存知の通り、おお、何、びっくりした。あっちは剣があんなところに。ごめんごめん、当たりどころが悪かったね。ずいぶん驚いた顔してるね。お、さっきこっそりあんたに持たせたその石はただの石じゃないんだ。その石を通して私にはあんたのやってることがお見通しなのさ。こうやって声も伝えられるから A になったら押してみな。アイテム画面で押してみることができる。コレクト画面に入れておいたからね。でも妹を助けたら返してもらうからなくすんじゃないよ。こっから先はサーチライトの嵐だ。そのまま飛び込んだら一発で見つかっちまうよ。どうすりゃいいかよく考えな。さあ、よく考えなってことなんですけど、おそらくこれはあれだ、メタルギアソリッドだ。多分これはメタルギアソリッドで、お、これはあの某スネークが、コナミの大人気ゲームメタルギアソリッドでスネークがやっていたみたいなスニーキングミッションってことか。これ多分ライトに当たってはいけないみたいな仕様だと思います。よし、まあメタルギアソリッドはね、俺はずっとやっていましたから、この明るぴ欲しいな。明るぴちょっと回収しに行くか。速攻行くか。よし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 、オッケー、うん、この辺は非常にイージーです。問題はなかった。ちょっと中に侵入していきましょう。よし、ここが右に扉、左には一応通路がある。敵がいるな。これな、右にもあるっていうので、これね、どっちに行けばいいんだ。とりあえず敵のいる方が怪しいので、敵の方向に進んでみましょうか。見つからない。おお、やばいか、助かったか。あの奥にいる、奥の扉にちょっと行きたいんで、あの奥のやつですね。ここは大丈夫、ここは大丈夫、ここは大丈夫。よしよしよし、 OK。 あのあいつが手前方向に来たら奥に抜けましょう。この左にもいるのか。剣さえあればこんな奴ら叩きのめすんですけどね。てかこれ明らかにこの樽の位置からしてさ、おかしいよね。こいつら気づかないのもちょっとどうかなと思うんですけど、この左の奴がいなければな、いけるんだけどな。いける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 いけます、いきましょう。よし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 、オッケー、
行けました。こういうことを繰り返していけっていうことなんでしょうね、おそらく。で、ここが、ここにも多分罠が張り巡らされていると言ってもいいでしょうね。なんかコウモリみたいなやつがいましたが、ちょっと無視していきましょう。あ、これはあれなんだ。中に入れない形式の樽なんですね。なるほど。あ、これは入れる。これを使ってちょっとまたかいくぐっていきましょう。見つからないようにそーっと。見つからないようにそーっといきます。よし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 。いけました。まあ、この辺はなんかゼルダの伝説の操作を覚えるみたいな感じのあれでしょう。皆さん安心してください。僕はこのゼルダの伝説において百戦錬磨です。ビビったりとか。あ、なに？うぅ！もう！いや、明らかにさ、こんななんか、ところにあんななんか最新鋭のもの置いとくかね。これ多分ルピーです。ルピーですね。こんなさ、あんな最新鋭のもの置いとくかね。明らかにレーザー撃ってきたけど。こっちが上っぽいんだよな。あそこか。ちょっと伝えながら行きましょうか。こっちだ。違う違う違う。間違った間違った。あのレーザーみたいなやつがマジで怖い。よしよしよし。これね、ほぼ毎回ありますよね。こういうなんか、スニーキングミッション的な、なんていうの？ブレス・オブ・ザ・ワイルドとかは、時のオカリナにも何もあったじゃないですか。こういう見つからずに行けみたいな。イーガダンのアジトとか、ハイラル城とか、時のオカリナだったらハイラル城で、ブレス・オブ・ザ・ワイルドだったらイーガダンのアジトでしたっけ。毎回こういうのありますよね。よし、この奥が、なんか、マップみたいなのがあると、非常にありがたいんですけど、マップみたいな手に入らないのか。あそこ宝箱あるんで、ちょっと入手しに行きましょう。皆さん、これ多分これマップじゃないですか。はい、と。マップを手に入れていく。欲しいものを念ずれば手に入るんですよ。僕の実況は。あれが欲しいなと思ったら、言えば手に出てきてくれるんですよ。いや、今のはマジでびっくりした。どっちかわからないんですけど、マップを頼りに進んでいきましょうか。こっちか。なんかバッテンがついてるところにね、ところがあるんですよ、マップで。そこにちょっと目指していきましょう。バッテンついてるところを目指していきましょう。僕のこのパッドの方にマップが表示されているんですけど、マップ皆さんにお見せできないかな。マップ皆さんにお見せできないかな。お見せできれば早いんですけど、バッテンが表示されているところをちょっと目指していきます。いや、マスターソードが欲しいなとか言ったら、これ最悪出てきますんでね。まあ、出てこないか、それはさすがに。これはなんだ、これなんですかね。コンパスとかじゃないよな、ま、あ、コンパス。コンパスってことはボスがいるっていうことなんでしょうか。このダンジョン、ボスがいるってことなんでしょうか。まあ確かにジークロックはいましたけど、あれはボスという解釈でいいんでしょうか。で、このまままっすぐですね、まっすぐ道なりに行けば行けます。×のところには行けると思います。いや、面白くなってきましたね。これでこそゼルダの伝説です。さあ、これね、落ちたらね、ちょっと面倒なことになりそうなんで、確実に落ちないように行く必要があります。うん、落ちたらちょっともう一度戻ってくるの面倒そうなんでね。よしよしよし。で、このまま奥に行くと、バッテンのところはね、まだちょっと遠いんすよ。いるな。またやつか。やつに見つかったら、おそらく入り口に叩き戻されると言っても過言ではない。これを使おう。これを使います。まあ、剣さえあればね、こんなやつら、一瞬でねじ伏せられるんですけども。よし。ここからちょっと慎重に行きます。あの上の扉でしょうね、多分。
これ問題ないか。問題なさそうですね。よし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 。こっちです。こっちがちょうど×のところですね。なのでここが目的地だとは思うんですけど、まだか、まだ遠いか、まだちょっと先がありそうですね。はい、ちょっとまだね、先ちょっと続きそうなんですけれども、一旦この辺でこのパート切ります。また次回ね、この魔獣島の攻略の続きからやっていけたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。